こんにちは、カーネマユミと三姉妹のサニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。今日もお時間ありがとうございます。はい、おかげさまで、もうかなり今日何日目なんでしょうかね。もうかなりかなり、はい、たくさん続かせていただいております。ありがとうございます。はい、本日届きましたのはですね、薄いやつでございます。これも我が家にも必ずいつもあるものですが、その時々でこういろいろお店とか、種類が違います。はい、さて何かと言いますと、じゃーん、じゃ、その食案っていうんですか、その食案というようなことで、これはあれですね、楽天の越前カニ職人甲羅組さんの、なんて言うんでしょうか、兄弟ショップみたいな感じでございます。なんか結構こだわりが、食育とかなんかこう日本の食文化とかなんかそういうのにこだわっておられるお店さんなようです。はい、で今回何かと言いますと、はい、焼き海苔です。有明海さんの焼き海苔、これは1000円グルメなんですが、1000円グルメでもこのお海苔がですね、50枚のもの、40枚のもの、30枚のもの、20枚のものといろいろありまして、もちろん、枚数が少なくなればなるほど、こう、上等みたいな感じでございます。で、前はいつも50枚のを買ってたんですが、もう、家族二人ぼっちで、あら、うちのワンちゃん、どっち向いてるの？どっち向いてるの？この子は海苔はもちろん食べないのでね、年寄り夫婦二人なので50だと最後まで食べる時はしけるので、ちょっとこう少なめにということで。で、この前ですかね、30枚ぐらい買ったら、逆にあっという間になくなって、およということで、今回は40枚にしてみました。早速本日はですね、のお魚が、横輪というマグロの、子供みたいなんですね。で、今日はそのお魚ですので、美味しいんですよ、それが。写真撮れたら、こんな感じでございます。マグロ、横輪というそうです。地域によっては、呼び方も違うみたい、はいはい、ようなんですが、あんたよくやるね。ほんで、なんか、とにかく美味しいんですよ。もう、ほんと美味しい。だから、もう、お寿司にします。で、手巻き寿司。あ、そうそう。それから、何日か前にご紹介しました、なんていうんですか。ヤリイカですね。あれがかなり美味しかったです。もう、カルパッチョとか、生姜醤油とか。で、今日は、それもちょっと、お寿司にしてみようかなと思います。はい、手巻き寿司、楽しいですね。本当に。ね。じいちゃんとばあちゃんと二人でね、手巻き寿司するのも寂しいもんな感じしますでしょ？それが寂しくないんですよ。お酒が、例の、ちょっと、お酒美味しいですね。何でしたっけ、サニーちゃん。お酒。教えて。何？ああ、そうそうそう。ナルト台。なんですね。はい。ということで、ナルト台を飲みながら、日本海の横輪マグロで、これが有明海ですね。はい、ということでございます。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとどんな感じか食べてみようか。どんな雰囲気かね。海苔ね、私もう海苔大好きです。海苔よいしょ。
ちょっとずつ、はい。おー、なんか、あ、結構暑いですね、やっぱり。あ、暑いはずですね。私、2枚ちぎりましたね。あの、この人は全く海苔は食べません。前に飼ってたポンちゃんは海苔が大好きでしたけどね。サニちゃん、海苔食べる？一切食べない。この人、紙は食べるけど、海苔は食べないんですよ。紙はいっぱい食べるよね。なんかティッシュとかね、いろいろ持ってきて食べてる。ほら、海苔は一切食べないです。よし！食べない。はい。ということで、味見してみます。うん。あ！あ、やっぱり開けたては特に最高ですね。もうパリパリして、有明海、もう目を閉じれば有明海です。有明海、いいですね。大変美味しい有明海の焼き海苔でした。一応、あの、説明のところに URL だけ貼らせていただきます。大変美味しかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ今日も、ありがとう